マレーシアビジネスネットワーク。移住したい国7年連続ナンバーワンのマレーシア。売り出し中の不動産物件はキッチンキャビネットなど備え付け家具がついた状態で引き渡され、不足部分をオーナーが手配するのが一般的です。そこからどういう部屋に仕上げるかはオーナー次第であり、購入後の楽しみの一つと言っても良いでしょう。オーナーをサポートし、目的や予算に合わせたトータルデザインを提案するのがインテリアコーディネーターの仕事です。今回ポーランド社を通じて一戸建てをご購入されたお客様が、日本人インテリアコーディネーターに依頼して仕上げたご自宅を特別に撮影させていただきました。1階には質の良さ、センスの良さが伺えるキッチン、ダイニング、そしてリビングスペースが広がります。日本から連れてきた愛らしいペットたちもクアラルンプールでの新生活に馴染んできたようです。2階には来客用のゲストルーム、そしてわざわざ京畳を日本から取り寄せてこしらえた和室が目を引きます。3階にはご主人がこだわりにこだわった書斎が、黒で統一され大変洗練された仕上がりです。その隣室はキングサイズベッドを置いたご夫妻の寝室です。屋上は豊かな緑が広がるガーデンスペース。庭を歩いていくと、そこにはライトアップされた滝が流れていました。この内装インテリアを担当されたペイント&ギルド社代表の小川千尋さんにお話を伺いました。インテリア全般ですね、全般に関わってくるんですけれども、新築のお客様、改装のお客様、それからお客様によっては家具だけ見てくださいとか、あとソフトファーニッシングだけ見てくださいとか、そういうお客様もいらっしゃいますね。やっぱり一番大切なのは、お客様が何を望まれているか、お客様が結局最終的には住まわれるので、お客様が何を求められていて、どんな感じで住まわれたいのか、家族構成もありますし、どんな色とか、そういうのも全部含めてご提案させていただきます。全く違いますね。居住用ですとやっぱり本当にお客様が住まわれて心地よい空間っていうのを作りますよね。で、賃貸になるとやっぱりその投資用でありますから、どのお客様が入ってもまた入りやすいように内装しますよね。小川さんが実際に手掛けた賃貸用コンドミニアムの内装を見せていただきました。賃貸ですけれども、最終的には投資用ということになりますので、売るときですねにも対応できるように一応心がけました。それでテナントさんの方にはやっぱり家具を見栄えがよくって値段もそんなにしない家具を入れたつもりですし、どういう方が入られるかわからないので、まずベッドルームの方はまずミニマムに揃えて、リビングの方はきちんと揃えて、テナントの人たちが見て回った場合にやっぱり新しいところに早く住みたいっていう人たちが多いですよね。でそういうところでいい物件、綺麗な物件があったらすぐ手つきますよね。そういうところもやっぱり考えて早め早めに行動して、でいいのをしておくとやっぱり貸しやすいですよね。内装インテリアを手掛けるペイント&ギルド社小川さんの連絡先はこちらです。日本語でお気軽にお問い合わせください。クアラルンプール在住17年の小川さんに、生活者としての視点で魅力を伺いました。やっぱり一番は食べ物ですか。いろんな食事ができてものすごく美味しいと思います。あとはいろんな人たちがいることです。多民族国家ですから、いろんな人たちと出会うことができて、いろんな人たちの文化を学ぶことができて、それがやっぱり一番面白いと思います。ツインタワーが建つ前は競馬場だったんですね。それがなくなって基礎工事をしていたので、それからもう随分こうね建ってきましたし、モントキャラに対してもこういろんなマンションを建ってきますし、全く違う風景ですよね。今はやっぱりなんか随分購買力が上がってきてますし、おしゃれなカフェとかレストランができて、そこに来てる人たちは
ローカルの若い人たちも来てますよね。それってすごい変化だなと思って、だから購買力が上がってきてますよね。